はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回は、フットワークの種類としての、第3弾ですね、ランニングステップを紹介をしていきたいと思います。ランニングステップというのは、やはりボールに対して、遠い場面の時に、要は走っていってもう打ちに行く場面ですね、とかより大きく戻る時にもう反対方向に空きがある状態の時とかに、要は走っていって戻るという動きになります。ですので基本的にはもう普通に走る状態ですね、まっすぐ体を向けてあげてその方向に走っていくというステップになりますけれども、ここで打つ場面の場合にはやはり自分の体のひねりの状態、要はターンをした状態を残していって走るというイメージが必要になりますね。ただこうやって走ってしまうと手が暴れてしまいますから、上半身自体はある程度ターンをした状態をキープしてあげて走ってあげる。バックでも自分が体をターンした状態で、要は首も向こうからボールが来ますから、ある程度首を打ちたい、飛んでくる方向に向けた状態で走るわけですね。ですのでちょっと窮屈に感じるかもしれませんけれども、それをしっかりとマスターすることによってボールに対して早く動く、早く戻るということができるようになりますから、必ずこのひねって顔を向こうに向けてまっすぐ走る、顔をひね、体をひねって顔を向こうに向けてまっすぐ走る、この動きを少しですね、慣れるようにしてあげてみるといいと思います。でそのままランニングステップで打ちに行く場面の場合にはランニングショットというショットになりますし、戻る時にはランニングステップで戻るということになりますので、そこを練習していきましょう。はい、じゃあ行きます。ひねってまっすぐ走って打つ、ひねってまっすぐ走って打つ、でまっすぐ走って。できるだけ打った後に走り抜けるんじゃなくて、その次の一歩でしっかりと止まる意識を持って打ちましょう。
はい、テニスライズでは毎日、メールを配信させていただいています。登録はこちら、メールアドレスとお名前を登録してください。チャンネル登録は、こちらの上に、クリックをしてもらって登録をしていただくと、新しい、動画が配信された時にお知らせがいくようになりますので、ぜひこちらも登録してみてください。